和太鼓。時に激しく、時に穏やかに、日本人の心を揺さぶり、その響きは神々へ願いを届けてきた。愛知県岡崎市。今からおよそ400年前、江戸幕府を開いた徳川家康はここ岡崎城で誕生した。その家康が好んで食していたと言われるのが、岡崎の名産八丁味噌。岡崎城から八丁離れたところで作られていたため、その名がついた。そしてこの地方には珍しい太鼓がある。それが銅が真鍮でできている小締め太鼓。独自の太鼓文化が根付いている。そんなこの地に一軒の老舗太鼓店がある。およそ150年前、初代三浦弥一が創業した三浦太鼓店。弥一の名は代々当主に受け継がれ、現在五代目と六代目が伝統の音を守り続けている。ここに和太鼓の音を未来に響かせようとする若者がいる。太鼓師朝倉圭介、26歳。その音の深さっていうのがすごく和太鼓にはあって、一つとして同じものはないんですね。だからこそ、なんていうんですかね、一個一個のその個性ある音といいますか、が本当に魅力的で。岡崎市で育った朝倉さんと和太鼓との出会いは、高校入学の時に見た上級生の演奏だった。こんな世界があるのかと、和太鼓にこんな可能性があるのかという、もうそれが一番の印象でした。鳥肌が立ちました。和太鼓部に入部し、海外公演を行うなど3年間汗を流した。そして大学生の時、和太鼓チームゼロに加入。ゼロで叩く太鼓の音に魅了された。そう、その太鼓こそ三浦太鼓店の太鼓だった。和太鼓はかっこいいから叩くんだって思ってたんですけど、そこで初めて音っていうのを少し考えるようになって、三浦太鼓店の音を世界中に届けたいなっていうのを本当にその時に思って、でもその音を生み出すところから僕はぜひ関わりたいと思う。実はゼロのリーダーを務めるのが三浦太鼓店の6代目、三浦和也氏。僕は職人であったからこそ太鼓を叩くようになったんですね。自分が作った音に対しての責任だったり自信っていうのを持てなかったですし、生きた音、軸になる音っていうところが自分の中ではっきりとこう理解できたことが一番大きいですね。朝倉さんは大学在学中から三浦太鼓店で働き始めた。そして和太鼓奏者を続けながら太鼓作りの修行をしている。三浦太鼓店が生み出す音、このオリジナルの和太鼓サブロクは日本中の演奏者たちを魅了している。そもそも和太鼓にはどんな種類があるのか。神社などで使われることから宮太鼓とも言われる長胴太鼓、銅が桶でできている桶胴太鼓、桶職人が多かった東北地方で生まれた。
そして高い音が特徴の締め太鼓。今回は締め太鼓という太鼓を作ります。もっともっといいものを作りたいって思える、そんな、まあ、僕の中でそんな太鼓ですね、はい。一口に締め太鼓といっても様々ある。こちらは全て大きさが違うもの。その違いは革の厚み。民謡に使われる波付けが一番薄い。今回は演奏に使われる山頂掛けを作る。締め太鼓は大きく4つの工程で作られる。まずは革の選別。この作業で、太鼓のいい音が鳴るか悪い音になるかっていうのは全部決まってきますね。朝倉さんが取り出したのは原皮という乾燥させた革。太鼓は牛の革でできてます。バチで叩く太鼓は牛の革、手で叩く鼓は馬の革が主に使われている。三浦太鼓店では国産黒毛和牛のオスの革が使われている。牛1頭分の革は広げると畳2畳よりも大きい。ここにまっすぐ背骨がなんとなく見えるかもしれないですけど、背骨を中心にお尻の皮から頭の皮から全然厚さが違うんですね。お尻の皮の方がしっかりとした厚さがあって、基本的に締め太鼓とかだと背骨は皮には入れないんですけども、背骨を外して取っていくんですけど、大きな太鼓になるともう本当に牛1頭分の皮を使って1枚の皮を作っていきます。大きい太鼓の皮には必ず中心に背骨の跡がある。めちゃくちゃ硬いですね。イメージとしてはプラスチックみたいな硬さですね。数日間水につけて柔らかくする。水につけていた原皮はこんな状態になります。ちょっと広げてみますかね。太鼓の種類に合わせて厚みや革質を見極め、使う場所を選ぶ。どこで革を取るか、どういう革を取るかでもうその革の音はもう全て決まってしまいます。山頂掛けに適しているのはお尻の方の厚めの革、その部分で革を取っていきます。厚みや革質の他にもう一つ見落とせないものがある。見ていきます。まずはそれは傷。これは傷です。叩くと傷から破れにつながってしまう。締め太鼓の大きさの輪を当てながら最適な部分を選ぶ。ここは結構神経使うんで、ここできます。作業をする上で必要になるところを含めて丸く裁断する。お尻に近い厚めの皮を選んだ。いい厚さだと思います。理想に近いかな。全てが手作業なんですね。なので全部の工程を理解できると言いますか、自分の手で確かめながら完成まで持っていけるっていうのは、その音作りに関してはすごく恵まれた環境だと思ってます。和太鼓、その歴史を紐解くと縄文時代まで遡る。土器に革を張って叩くことで情報伝達に使っていたと言われている。以来太鼓は祭りや祈りだけでなく様々な用途で使われてきた。締め太鼓作りは革の選別を終え下準備に入る。丸く裁断した革の裏側に加工を施す。一幕剥がしてあげるとやっぱりその打ってる時の音が入っていく感覚が全然違って、
一手間かかるんですけど、でもしっかりとした音にするためには大事な作業なので。すきかんなという道具で革の裏側を削り、音のイメージに合わせて厚みを整える。完成です。削り終わりました。この表面の一幕取るので何の隔たりもなくスコーンといい音が入ってくるイメージですね。収めた先でも愛されるような太鼓にしっかりと作ってあげて、でもいってらっしゃいという感じでしっかり輝いてこいよという感じでいつも読みに出してますね続いて締め太鼓の革を完成させる。締め太鼓の革には金輪という鉄の輪が入っている。するとそこに何かを巻きつけた。これはですね、竹の皮です。竹の皮には大きな効果があるという。この鉄の輪に皮を張っていくんですけど、その皮を張るときに、まあ、しっかりと皮が滑りやすくするためよく締まるためっていうのと、錆止めという、まあ、意味合いも入ってきます。竹を巻き終えた金輪に革を張っていく。周りに紐を通して巾着状にした革に金輪を入れしっかりと包む。それを台の上に置いた。踏んできます。上に乗り革を伸ばしていく。叩くうちに革が伸び音が低くなる。それを防ぐためあらかじめ革を伸ばしておく。特に締め太鼓は高い音が求められるので、すぐ伸びちゃったら話にならないので。伸びた分だけさらに革を引っ張っていく。よし、最大限引っ張って革を張ってあげる。できました。限界まで引っ張り上げた。パンパンに張っている表の革と裏の革を金輪に沿って縫い合わせていく。この厚さでこの針を手だけで糸の力でやろうとすると革が切れちゃうんですよ。なのでこういう道具を使いながら縫っていきます。道具で革を密着させた状態で縫っていく。しっかり縫い合わせないと叩いた時に革同士が振動し雑音になる。一針一針がもう全部音にしっかりつながっていく作業です。もう本当にこの一針通して縫うだけでもしっかりと自信を持った音っていうのが作れていくの。縫い終えた革には金輪の形が浮き出ている。さらに叩く面に近い内側は革に負担がかかるため、より強度がある麻糸で縫っていく。完成した瞬間がいいものでも、それが長く続かなかったらそれはいいものではないので。縫い終えた革にロープやボルトを通す穴を開け、数日間乾燥させる。余分なところを切り取れば締め太鼓の革は完成する。どんな音がしてくれて、誰がどんな風に演奏してくれるのか、今から楽しみです。この日は朝倉さんが所属する和太鼓チームゼロの練習日。ライブを目前に控え、本番さながらに行われている。和太鼓ゼロは2004年に結成。リーダーを務めるのは三浦太鼓店の6代目三浦和也氏。朝倉さんがゼロで和太鼓を叩くのは自ら作った
太鼓の音を確認するためでもあるという。作ってる時に、まあ、ちょっと音を確認したりとか張り具合を確認したりとかあるんですけど、実際に完成した太鼓をもうしっかりと打ち込むってことはやっぱりないんですね。それじゃ あの自分の作った音にしっかりと自信確信を持って届けられないんですね。だからこそ、その自分の作った音に自信を持つためにも、自分が打ち手として確信を持つために日々打ってますね、うん、太鼓職人だけで太鼓叩いてなかったら多分こんなに太鼓のこと分かんなかったと思うんですよね。でだからこそ今生み出せる太鼓だったり、今生み出せる音っていうのがあるんで、すごく太鼓作りの方に音作りに生かすことができているので、本当に強みだと思ってます。締め太鼓作りは最終工程の組み立て。和太鼓の胴の最高峰が欅。硬すぎず柔らかすぎず、音を適度に反響させる。実はこの胴、朝倉さんが塗装して仕上げた。太鼓は分業制で、以前は外注していたが、塗装職人の下で技術を習得した。その胴に最終仕上げを施す。削っているのは歌口という重要な場所。こう板の上に革を乗せて叩いても、まあ音は出ないです。それと同じ原理で、こういうふうに接する面が多いと振動を止めてしまうんですね。薄くしすぎても強度がなくなる、厚くしすぎると次は音が悪くなる。この歌口の作り方一つで、まあ、いい音出るのか出ないかっていうのは、全てここの作り方だけで決まってきます。そして歌口は完成。このわずかな厚みの違いで音が変わる。やっぱりお客さんの音に、その本物の音っていうのは届けたいっていうのが一番なので、しっかりとしたその生きた和太鼓の音っていうのをお客様に届けるっていうのが僕らの使命だと思ってますね。全て部品が揃うと組み立て、革の間に銅を挟みボルトで締めていく。ボルトは音の調整がしやすいため、最近の主流になっている。締め太鼓は締めることで革が引っ張られ高い音になる。こうして締め太鼓は完成した。どんな音を響かせるのだろうか。その音には若い職人の思いが詰まっている。作っている時からしっかりとした音は出ると確信して作っていましたけど、まあ、実際音を叩いてみて、余計にその自信が確信に変わったといいますか、自信を持ってお客様にこの音を届けられると思います。朝倉さんは新たな仕事に取り掛かっていた。破れた革の張り替え修理。この大太鼓にはある思いが。実は高校時代に所属していた和太鼓部の太鼓、和太鼓を始めるきっかけを与えてくれた。僕に太鼓を教えてくれた大太鼓ですね。僕の高校時代そのものですね、この太鼓は。職人として後輩たちに本物の音を届けたい。彼らも待ち望んでると思うので、はい、しっかりと修理させていただきたいなと思います。鋲を外し破れた革を取る。高校の時には絶対見れなかった姿なんで。胴の中には製造年や職人の名、修理の記録など、その太鼓の歴史が残されている。
こうして和太鼓の技術は伝承されてきた。革を張るのは朝倉さんの師匠、五代目三浦弥一氏。朝倉さんは経験がないため大太鼓の修理は許されていない。よいしょ。まずは革を太鼓に合わせる仮掛け。上に乗り革を伸ばしていく。さらに油圧ジャッキで持ち上げるとロープで固定された革が下に引っ張られる。昔はくさびを打ち込んでいた。作業を終えると伸びているのが分かる。このまま数週間乾燥させる。そして最終工程の本張り。革の張り方で音が変わる。いわば調律のようなもの。音を確認しながら微調整を繰り返す。叩くことでさらに革を伸ばしながら理想の音に仕上げていく。革を知り尽くすからこそなせる技だ。問題ないと思います、はい、音が決まると胴に革を止める秒打ち。一度止めたら音の調整ができないため朝倉さんはまだ経験がない。母校のために秒打ちやってるかね。今回初めて秒打ちが許された。最終仕上げなので、これがしっかりと一発一発心込めて後輩たちにいい音を届けたい。片面の秒を止め終えた。すると朝倉さんは胴の中へ。実は師匠から初めて修理の記録を残す仕事を任された。めちゃくちゃ緊張しますね一文字一文字気持ちを込めて筆を動かす。母校の太鼓にまた一つ歴史が刻まれた。しっかりと胴体の中に、ね、書き込んだので、それに恥ずかしくないような音を作れてると思ってるので、うん、この文字はしばらく見ることはない。修理を終えた大太鼓を後輩たちに届ける日、朝倉さんも久しぶりに母校を訪ねる。太鼓があるべき場所に帰ってこれたんで、いやー楽しみですね本当に。朝倉さんが高校3年間を過ごした和太鼓部の部室。大太鼓は彼らの元へと帰ってきた、うん、いやーやっと音が聞けますね。朝倉さんの思いは届くのだろうか。この拍手が彼らの答えだ。日々の練習にもまた力がより一層入ると思います。ありがとうございます。修理のお礼にと後輩たちが演奏を披露してくれた。大太鼓に命が吹き込まれる。後輩たちが響かせるこの音が新たな伝統を作っていくだろう。いい音ですね目に響くようなそんな太鼓ですね。先輩が作ってくださったっていうのを感じて叩けて、すごい部室の中に響いてる音が自分だけの音でやりたいっていうふうに感じて、すごい気持ちよかったです。後世に響いていくような
太鼓の音を作っていきたいなと思います。日本人の心を揺さぶる和太鼓の音、若い職人が生み出した音は未来でもきっと響いていることだろう。明日への扉を開け、また一歩夢に近づく。